眉村千秋が11月27日、セブンス、オリジナルアルバム、ウフフをリリースする。加えて、5年ぶりとなる、コンセプトライブ全曲、眉村千秋を開催することも、発表となった。今年デビュー5周年を迎える眉村千秋は、初めての SXSW2024 ミュージックフェスティバル出演で受けた刺激と感銘、声帯結節による喉の治療を通じて感じた歌うことへの喜びを表現者として最新曲に落とし込むように制作したという。アルバム、ウフフには映画、レディカが主題歌、バケモン、NEC、マラナイ私、すすめ、CM ソング、デコボコ、恋をテーマに楽曲制作をした EP から朗読、季節、ろ過ほか全13曲を収録予定だ。また5年ぶりとなるコンセプトライブ全曲眉村千秋の開催が決定した。1027のザ・エンジに公演を皮切りに各公演ごとにテーマを設けて前後公演の規模で実施される同ライブは観覧無料でほか、テーマに沿ったセットリストを準備しているとのこと。これまでにリリースしてきたアルバム6作品全楽曲を披露する予定だ。そしてアルバム発売後の11/30および12/7には東京坂でのアルバムリリースイベントを開催することも明らかとなっている。以下に眉村千秋のコメントをお届けしたい。経験という種から楽に花を咲かせるためはいつものことなのに、なんだか今回の作品を作る中ではどんどん世界が濃ゆく得ていきました。こんなに細かく向き合ったのは初めてかもしれないです。そしてその結果より分に腹が出し嫌いになりました。でもそれで書けた曲がまたたくさんあるのでとっても嬉しいです。本当です。あとやはり、このアルバムは、声帯嚢胞の術をする前と完治後の声で収録されています。初めての物理的な歌分岐点。すごく貴重なことで、私は、がっています。そして、術を経て、歌うのが大好きだなと思っています。幸せです。好きだったハスキーボイスも楽しめるので、ぜひそれから全曲眉村千秋も発表されました。デビュー5周年ということでアルバムが出る前に今までの全曲を歌います。私はこれからも曲書きまくる予定なので、全選曲とかになる前にに来た方がいいです。大勝負すぎるので頑張ります。気合いってます。眉村千秋セブンスアルバム、フィフスアニバーサリーアルバム、ウフフ2024年11月27日リリース TFCC-81090-83500円、タックスイン CD 予約、https://mayumura.lnk.2/ufufupr 収録曲、バケモン、朗読、季節、ろ過、デコボコほか、全13曲収録予定、ボーナストラック、おお、魚、店舗高得点、楽天ブックス、A4 クリアファイル、amazon.co.jp、メガジャケ7ネット、トート型エコバッグタワーアルコーズ、ポストカード、A バージョン、その他のお店、ポストカード、B バージョン、ワンマンイベント全曲、眉村千秋をアコースティック編1027。ザ・エンジに眉村千秋を編1108下北線野ヶ谷基地観覧無料ロックンロールを上編1112下北沢シャングリララブソングを着席編1115渋谷プレジャーポップスのお姫編1117グリッドアット渋谷チケット初4700円、額2000円、アルバムウフフリリースイベント1130アットザカ観覧無料127東京観覧無料会場や時間など詳細は後発表いたします。